はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、引き続きですね、不妊の方のお悩みのですね、質問に対してお答えいただくべく川森先生に来ていただいております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、いただいた質問の中で、不妊に効くツボってありませんかっていうのをご質問を結構いただいたんですよね。はい、でそれに対して川森先生はどうでしょうか。そうですね、一番分かりやすいところでお話しさせていただければと思うんですけれども、はい、その不妊の原因になりやすいところで、ホルモンバランスの乱れとかっていうのがあると思うんですけど、そのホルモンバランスを乱す一つのですね、問題として副腎疲労と言われるものがあります。はいはい、でその副腎っていうのはですね、いろいろストレスに対抗するためにホルモンを出してるんですけれども、その女性ホルモンと同じステロイドホルモンと言われる分類で、油からできているホルモンなんですね。ただやっぱりですね、ストレスがかかりすぎてしまったりとかしたりすると、その副腎のホルモンが頑張りすぎてしまって、その同じ女性ホルモン、ステロイドホルモンの女性ホルモンが崩れてきてしまうというのが一つの、原因になることがあるんですね。なので、じゃあ副腎のこう機能アップというか疲労を取ってあげるのが、不妊の改善につながるっていうことですね。はい、じゃあそれを改善するためのツボ押しっていうのはあるんでしょうか。そうですね、実はその副腎が疲れると、あの顎に緊張が入りやすいので、特に噛み締める癖があったりとか、歯ぎしりのある方っていうのはすごくストレス溜まってる方多いんですけど、そのすごく離れた場所ですね、副腎と顎って。腎臓の上にあるんですけれども、腎臓ってこの背中の方ですよね。そうですね、その上にあるのが副腎ですよね。で、そこが疲れると顎に、反射として出てくるんですけど、実際にその顎の緊張がある方っていうのは、顎をですね、こうグッグッて噛み締めて噛んでグッと盛り上がるところですね。そこをですね、こうグリ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 マッサージしてあげる。で緩めてあげると、そこの副腎の方にもですね、ちゃんとこう脳の反射で刺激が入るようになってます。で特にですね、筋トレする時とかもそうなんですけど、筋肉がこれただただふんふんこう鍛えようと思ってやってるよりも、その筋肉がこうちゃんと使えてるっていう頭で意識して、やっぱりこう、使うだけでも筋力ってすごくアップしたりするんですね。それが神経の問題でもあるんですけど、この顎のマッサージをしている時にポイントとして、その副腎っていうところですね、ちょっと画像検索とかそれを見て、とか見ていただきたいんですけど、そこをですね、イメージしながら副腎をマッサージしてるんだっていうイメージで頭の中でやっていただくと、さらに効果的になるので、ちょっとですね、ストレスが溜まっていて、ちょっと顎に噛み締める癖があったりとかする方は、ちょっと頭でイメージをしながらここを緩めてあげるっていうことをしてあげると、すごくいいツボ押しになるのかなというふうに思います。確かに、でもここ硬い方多いですよね。そうですね、これでじゃあ押してみてちょっと痛いなって思ったら、自分は硬いんだなっていうふうに判断すればいいっていう感じですかね。どのくらい時間やればいいっていうのはあるんですか。そうですね、大体痛み最初痛いと思うんですけど、それがだんだん痛くないというか慣れてきたなとか、そういうぐらいでいいのかなとは思いますね。1分とか2分とかそういう時間とかってありますか。大体でも1分ぐらいでいいと思います。1、2分ぐらいでいいと思うので、最初まず緩めてもらってっていう感じ。あまりやりすぎるとこはすごい痛くなっちゃう方もいるので、どのくらい間隔でやればいいとかってありますか。そうですね、でも暇さえあればやってもらってもいいとは思うんですけど、その硬くなってるなと思った時にとか、ちょっとここだったら軽くチェックできると思うんで、ちょっと触ってみて、硬いなとか思った時は少し緩めようかなとか思っていただくといいのかなと思います。本当、じゃあ仕事とかそういう日、一日の中の合間の時間とかを見つけて、朝昼晩でもですね、やっていただくと。確かに、でもここは硬くなると噛み締める、噛み締めることによって頭痛とかも起こったりとかしますから、頭痛がある方とかも、やっていただくといいかもしれないですね。ここの筋肉をほぐすことによって、その副腎の疲労も取りやすくなるっていうことなので、ここをほぐしていきましょうっていうようなことですね。ただ実際、その副腎の疲労を取るっていうのは、こういったツボ押しだけじゃなくって、他にやっぱりやるべきことっていうのはあるんでしょうか。そうですね、やっぱりこう、これはアウターアプローチ、外からの刺激っていうものなので、やっぱりそういう体の中からのアプローチっていうのはやっぱり必要なので、そういう面ではやっぱり食事の改善であったりとか、そういうところは必須にはなってくるので、これはこれでまた別にこう、いいことではあるんですけど、そのだからといって食事をおろそかにしていいというわけではないので、そういうところもしっかりとですね、ケアしていく必要はあるかなと思います。
でも実際これ少しやっただけでもなんかこうスッキリしますね。そうですね、はい、多分頭とかもすごくこの辺もスッキリすると思うので、うん、やってみる。その側頭部の頭痛とか偏頭痛とかを持ってる方とかでもこれやっていただくといいかもしれないですね。はい、はい、ですね。またその今回のツボ押しだけじゃなくて食事についてもやっぱり大事だっていうことをおっしゃっていただいたので、その食事に関するこうもっと深い知識だったりとかですね、情報っていうのは下に川本田先生の動画を貼り付けさせていただいておりますので、そちら見ていただくとですね、もっとこう深い情報がですねお分かりになるかと思いますので、ぜひですねご覧になっていただければと思います。はい、今回はですねちょっと川森田先生に、不妊でお悩みの方からの、ね、質問にまとめてお答えいただいたので、はい、またちょっとそういった質問がたまったら来ていただければと思いますので、はいはい、今後ともよろしくお願いします。はい、まあ、不妊でですねお悩みのあなたはですね、もう私も答えられる範囲では答えますけど、もっと詳しい先生いますので、ぜひですね、まあ、鴨田先生の動画たくさんありますので見ていただいてですね、まあなたのお悩みの解消につなげていただければと思います。はい、ではですね本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。